ナンバーアンダーラインアイ、3人で初 TVCM 登場、チキンマックナゲット、ホーハルハンバーガー4月23日、火曜日、放映予定。マックなしでは人生を語れない。マクドナルドの新しい CM キャラクターにナンバーアンダーラインアイが就任したことを、ご存知でしょうか皆さん、このニュースに大いに興奮しています。 チキンマックナゲット登録商標マークの愛好者たちはこのニュースを聞いて大いに喜んでいます。彼らはナンバーアンダーラインアイというキャラクターがマクドナルドの看板商品であるチキンマックナゲットにソースをたっぷりつけて楽しんでいる姿を想像し期待しています。マクドナルドの新 CM についての騒ぎが続々と広まっていますね。この CM には チキンマックナゲットの新しいキャラクターとして、ナンバーアンダーラインアイさんが就任したとのことです。ファンたちはこの情報を喜び、期待と興奮を募らせています。新しい CM が公開されるのを待ちきれないファンたちは、SNS 上で喜びを爆発させています。彼らは、ナンバーアンダーラインアイの可愛らしい姿が CM でどのように表現されるのかを楽しみにしています。 そして、それだけでなく、新しい限定ソースの登場も楽しみにしています。これは、ファンにとってはまさに夢のような組み合わせです。このニュースは、マクドナルドのチキンマックナゲット愛好者たちにとっては、待ち望んだものであり、彼らはナンバーアンダーライン愛の起用に大いに感謝しています。これにより、彼らのマックナゲット体験がさらに豊かなものになることが期待されています。 マクドナルドの CM といえば、いつも心を和ませ、笑顔を届けてくれるものばかり。しかし、新しい CM にはどんな要素が含まれているのでしょうか早速その予想を膨らませてみましょう。まず、この CM にナンバーアンダーライン愛さんが登場することで、視聴者は新たな視点からナゲットを楽しむ方法を学ぶことができるかもしれません。 彼らのキャラクターに対する独自のアプローチや独特の個性が、ナゲットをより魅力的に感じさせるでしょう。果たして、どのような表現やアクションがこの CM で見られるのか、その期待が高まります。また、新しい CM には限定ソースも登場するとのことですね。これはファンにとっては嬉しいサプライズです。 通常のソースとは一味違った味わいを楽しむことができるかもしれません。新しいソースがどのような味なのか想像するだけで口の中が水を垂らすほどです。さらに CM の公開を楽しみにしているファンたちにはナンンバーアンダーラインアダ No.1 i んの可愛らしい姿や魅力的な表現に期待が高まっています。彼がナゲットを食べる様子や 新しいソースを試す姿など、どんなシーンが見られるのか、心待ちにしています。マクドナルドの CM はいつもファンを楽しませてくれますが、今回の新 CM は特に注目されています。ナンバーアンダーライン i さんの起用や新しいソースの登場など、様々な要素がファンの期待を高めています。果たして、どんな新たな発見や驚きが待っているのでしょうか ますます楽しみですね。しかし、一方でこのニュースは食生活に関する議論を呼び起こしています。ナゲットの摂取量が増えることで、健康に悪影響を及ぼす可能性があるという懸念があります。食品業界における肥満や生活習慣病の問題は深刻であり、このような CM がこれらの問題をさらに加速させる可能性があるという見方もあります。 また、CM には一部の視聴者からの批判も寄せられています。彼らは、マクドナルドの CM が若者を対象としていると主張し、その影響が肥満や栄養不足などの問題につながる可能性があると指摘しています。一方で、マクドナルドは、適切な栄養バランスを考慮した食事を提供するために努力していると反論しています。このような議論が交わされる中、 私たちは食品産業における広告の役割や責任について考える機会を与えられています。健康的な食事習慣を促進するために企業はどのような責任を負うべきか、そして消費者はどのように適切な食事を選択するべきかという問いかけが重要です。マクドナルドの新しい広告キャンペーンが日本中で大きな話題となっています。 そのキャンペーンの中心には注目の CM キャラクター、ナンバーアンダーラインアイが登場しています。ツイッター上では多くのファンがナンバーアンダーラインアイの起用に興奮しており、チキンマックナゲットをソースたっぷりと楽しむ様子を想像しています。これまでマクドナルドの CM に登場してきたキャラクターたちはどれも魅力的でした。しかし、ナンバーアンダーラインアイの起用によって、 新たな息吹がキャンペーンに吹き込まれました。そのキャラクター性は若者を中心に特に大きな反響を呼んでいます。しかし、このキャンペーンには一つの興味深い側面があります。それはチキンマックナゲットがどのようにして人々の心を掴んでいるのかという点です。なぜチキンマックナゲットは広告キャンペーンの主役として選ばれたのでしょうか それにはどんな戦略があるのでしょうか一つの仮説は、ナゲットの多様なソースが、消費者に新たな魅力を提供しているというものです。マクドナルドは、期間限定で新しいナゲットソースを提供しており、これが新鮮な興味を引き起こしています。ソースのバリエーションを増やすことで、消費者はより多くの選択肢を得て、ブランドに対する興味を持続させることができます。 また、CM に登場するナンバーアンダーライン愛の個性も大きな魅力です。彼女の愛くるしい姿やナゲットを堪能する様子は視聴者に共感を呼び起こし、ナゲットへの愛着を深めます。特に若い世代にとって、彼女のキュートなイメージは強力なインパクトを与えるでしょう。しかし、一方でこのキャンペーンには、食品の健康への懸念もつきものです。 チキンマックナゲットは便利で美味しい食べ物である一方で栄養バランスに問題を引き起こす可能性もあります。この点についてマクドナルドはどのような対策を講じているのでしょうかキャンペーンの成功にはこれらの懸念にどのように対処するかが重要な要素となります。総じてマクドナルドの新しい広告キャンペーンは多くの人々に愛されることでしょう。 しかし、その裏には様々な戦略と課題が存在しています。ナゲットやナンバーアンダーライン愛の魅力を最大限に引き出しつつ、消費者の健康を考慮した運営が求められるでしょう。このキャンペーンが今後ますます多くの人々に愛され、マクドナルドのブランド価値向上につながることを期待します。あなたはこのキャンペーンにどのような視点を持っていますか ナゲットとナンバーアンダーラインアイに対するあなたの意見や予想をぜひお聞かせください。最後に、私たちはナンバーアンダーラインアイが登場する新しい CM を楽しみにしています。彼の可愛らしい姿とともに、新しいナゲットソースも楽しみです。しかし、食生活に関する議論を忘れずに、健康を考えた選択をすることが大切です。では、 あなたはどう思いますかこの CM についてどんな意見をお持ちですか